のあっち側、はい、さあそれでは一番最初トカちゃんからいきますよ。マイクを、はい、あ、そのマイクを使っていただき、はい、そのマイクを使っていただければ、はい、ありがとうございます。はるかちゃんたちはマイクを教えてあげてね。はい、ではトカちゃんです、お願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、埼玉県の深谷市から、やってまいりましたふっかちゃんです。人気ありますね。ふっかちゃんはウサギのようで鹿のようなふっかという生き物なんですね。地元名産の深谷ねぎのしなやかで豪快な角が特徴です。胸には、市の花である、チューリップのボタン、ついてますね。とっても可愛いです。甘いマスクで、深谷市の魅力を今発信中です。好きな食べ物は肉類全般、特に深谷牛や、武州和牛、それから深谷ねぎたっぷりの煮ぼうとうなんかも大好きなんですね。そんなふっかちゃんの出身の深谷市ですが、今年新一万円札の肖像としても描かれる渋沢栄一さんの、故郷でもあります。渋沢栄一の新一万円札は今年の7月から発行されます。あれ、今年の7月からのはずなのにもうここに一万円札あるよ。あれ、これ1万ネギだったか。あ、1万ネギでした。もうふっかちゃん間に合わせる。まあそんな、ふっかちゃんも新一万円札の発行楽しみだよね。はい、それでは今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みんなもお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてはカップルです。こんにちは。ちょっと私がピアノするの何も聞いてなかった。久しぶりにやるよ。埼玉県志木市から来ました、公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社の公式キャラクター志木市の広報大使、埼玉県の前知事より志木市健康大使にも任命されています、カパルです。カパルない、未知カパルない、今大丈夫、大丈夫、ちょっとね、はい。特に志木市とかカパルの PR することはないんですけども、一応近い日にちで言うと明日、なんだっけ、どっかだっけ、池袋の東武いてて、東武さんの方で東武沿線祭りの方に出没をする予定です。グッズの方も販売予定となってます。でその翌週24日が、志木市の方でウォークフェスタ、ノルディックウォーキング大会があるので、お時間ある方ぜひ、なんかね、カバルもなんかやるみたいなのでぜひね、参加申し込みしてない方でもぜひ遊びに来てください。はい、で、無事なもん、カパル、言うことあるでしょ。お誕生日ということで、ハッピーバースデー、おめカパールでーす。はい、この部屋美味しいね。以上で、ね、今日も一日楽しく過ごしましょう。はい、ありがとうございます。続いてはミキT シャツ、これはカップル
皆さんこんにちは。ありがとうございます。こちらの生活協同組合パルシステムという生協のですねキャラクターでコンセン君という名前になっております。なぜコンセン君という名前かと申しますと、北海道のですねコンセン地区の出身というところから名前を取らせてもらいまして、コンセン君という名前になっております。パルシステム知ってるよという方いらっしゃいますか？あ、たくさんの方手を挙げてくれます。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。というと、はい、今日はメシナモンのお誕生日ということなので、コンセン君の方からもねしっかりと誕生日のところおめでとうございますと伝えさせてもらってよろしいでしょうか？メシナモン誕生日おめでとうございます。はい、お時間もいただくとあれなので、最後にちょっとコンセン君の特技というか動きの動きがありますので、最後そちらの方を披露させていただいて、コンセン君の終了という形ですね。じゃあコンセン君、特技披露お願いします。
ふっかちゃん側から帰りましょう。はい、ふっかちゃん側から帰ります。